はい、1歳養鯉場さんの昭和、2歳メス52センチです。お願いします。はい、こちらの昭和ですけれども、まあ、見ての通りあの丸点模様、大変人気のある丸点模様です。まあ、本当白地も綺麗ですし、模様こそちょっと花柄のポタポタ模様ですが、間々に墨が入っていて、なかなかバランスが取れていると思います。はい、バックしていきます。肩のところ少し、そうですね、これ今ちょっと撮影前にちょっと飛びついてしまって傷しちゃいましたけれども、まあ、ほぼまつげなく埋まって治ると思いますので、ご安心してご購入ください。はい、じゃあちょっとそこだけします、はい、ここですね。まあ野池で治って上がってくる、 100% とは言わないですけど、まあ、上がってくるでしょうってことですね。まあ、おそらく大丈夫だと思います。はい、そのあたりは、はい、そのあたりも考慮して検討ください。はい、それでは横向きたいと思います。はい、はい、こんな感じで、こんな感じです。を挙げるとするとどこになるんでしょうかね。そこは今回特別ゲストの私の大先輩野上さんがちょうど今遊びに来てますので、野上さん一言コメントの方よろしくお願いします。結構無茶ぶりですねさあ、いや大変素晴らしい声と思いますね。本当に近代昭和でね、いや今こそね本当にまだまだ発展途上の声だけど、将来ね本当に住みとか決まればなかなか魅力のある声だと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は特別に参加していただいた、ちょうど来ていた野上さんにもコメントいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そんな感じで参加いただきました。はい、特別参加の野上さんも交えてお届けいたしました。いかがでしょうか。こちら伊佐料理場さんの昭和2歳メス、サイズが53センチです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。